はい、皆さんこんにちは。今日たまらん中園です。さあ、いつも私のチャンネルご覧くださってありがとうございます。そして初見の皆さんはじめまして、私はですね、京都北福知山で金魚鑑賞店&ミニカップショップをやっております京都の金魚彦店長と申します。よろしくお願いいたします。さて、今週の紀子店長金魚屋さん日記はですね、3月の第1話から始まりまして、ブルルルル、はい、今回で第31話。そしてですね、動画の期間は10月の16日の月曜日から10月の22日の日曜日となっております。それでは動画の内容はですね、まあいつもね、卵中飼育の様子やら、あとはね、店長頑張ってやっておりました吉村のマフラーをついに装着して完成させました。そしてそして、いよいよ最近はですね、ちょっとほっこりとした温かいものがですね、ちょっと恋しい時期になってまいりましたということで、店長ですね、城崎温泉へちょっとね、軽く行ってまいりました。それではね、店長のナイアガラトークもそこそこに、早速ね、動画の方をご覧いただきましょう。紀子店長金魚屋さん日記第31話、スタート。はい、本日10月16日月曜日、さあ今週もね、張り切って動画の方を撮っていきたいと思います。さて、先ほどね、ちょっとうちの常連さんとお話しとったんですけども、あ、店長いよいよもう魚の世話もうこの季節になって楽になっていいでって言って、もうこのついこの間1ヶ月ぐらい前ももう大変やったに言ってね、その話盛り上がって今ね、ちょっとお帰りになられた後にすぐ動画撮ってるんですけども、まあね、あの今言うたみたいに本当にあの最近店長ね、あの卵中の忙しいもやっと営んだがついて、ほんまにまあ池もちょこちょこ空いたりとかしてね、まあ季節変わって、あのいよいよまあ鉄道儲けホビー部とか、あの YouTube 出すんですかとかね、あの釣り動画もっとやってくださいとかと、あの本当にうちのお客さん言ってくれて嬉しいんですけども、まあ確かにね、卵中のお世話っていう中ではですね、やっぱり搭載をめちゃめちゃこうがっつり大きくしていく時期としては、その作業はやっぱ減りますね。はい、ですけどね、頭の中はねずっと卵中のでして、今、まあ、こうやって今年でも、まあ、連れてきた千葉軍団とか、ね、今まで連れてきた子たちとか、まあ、そうやって自家さんとかね、いろんな子おるじゃないですか、九州熊門とか。なら来年、まあ、どういう感じで、まあ、ペアを組んでいこうかなと。で、ここ大阪の、特徴をぜひとも来年のその自家さんに生かしたいとか、あとはもうやっぱり今本大会シーズンですから、あ、こういう魚がこういうところで活躍するんやなとか、あとはまた魚の見方をまたこう、あこういう見方されて、あ、こういう魚が選ばれるんかとか、いろいろ勉強したりとかして、本当にもうちょっとしたら全国大会もありますしね、その一番もうマックスのボルテージが上がるところに店長もね、こうやってダンバランチンでね、おりますけども、ずっとランチのことを考えてるっていう感じですね。はい、でもそう、あとはランチばっかりやってたらランチばっかりでね、頭に詰まっちゃいますんでね、ちょっとまあ休憩がてらに、違うことしたりね、まあ、釣りしたり明日のバイク行ったりするんですけども、そういうのをちょこっと間挟んでっていう感じですね。はい、ね、ランチいうのは休みがないんですよ。だからもうね、365日めっちゃ楽しめるコーナーなんですよ。はい、もうほんまに自家さんなんてしてみてください皆さん。もう卵からかえってこんなちっちゃい子がですよ。もう一応強化者なんで、今こうもうなんか14センチとかね、なんかボカンって大きくなってね、まあもう種がいいですか、そうぐらいでいいかと思ってね、今第2話でゆっくり過ごしとんですけども、まああと生まれの子らでもね、もう秋卵産んだりとかしてもう立派な子になってね、まあランチューたちを来年に備えて、おるいう感じですよ。はい、ね、まあ、何の話かだんだん分からなくなりましたけども、はい、それからね、お客さんから言われる、まあ、店長これからどうするランチも一旦お休みですねとかって、いやいや店長はまだまだもう全然終わりませんよ。はい、じゃあまあまあ、ずっとね、私の顔を映しとったあれですから、まあ、ちょっとね、魚の方をちらっと見てから、終わりたいと思います。今日ちょっと天気が良かったんでね、こうやってすだれの方しておりますけども、もう言うとってね、話しとったらもう昼過ぎて、
昼何時今12時か12号になってね、もう日陰になったんで、またねこの日酔いをとって、ご飯あげようかなと思います。大阪の方もね、あの大変調子もいい感じで、はい、もう店長がさっきね立ってたとこの後ろの子はもうめちゃめちゃ餌欲しそうにね、寄ってきておりますし、まあ失敗してもみんなしゃくれてあげか、ちょっと待って店長動画撮るも仕事やでね、待っとってよということで、本当に可愛らしいね東西たちに囲まれている今日丹波ランチ、ほんでまたねお客様とまあ、ランチを選び種探しにねお手伝いできるように、毎日元気な絶好調のランチを作りをですね心がけております。はい、ということでね、絶好調なランチューちゃんたちの姿をご覧いただきました。明日はですね、バイクのマフラー交換ね、張り切ってみたいと思います。ということで、今日の記録は以上になります。それでは皆さん、また明日！はい、本日10月17日火曜日！今日もですね、ジスペゲちゃんのマフラー交換ね、続きの方やっていきたいと思います。はい、それじゃあね、前回はですね純正のマフラーをねわー取ったぞー言いましてね、で今日はですね、ガスケットちゃんを取るところから始めて、でねいよいよこの用意した新しい吉村のマフラーをくっつけてね、カウルも全部元へ戻して完成までね、ちょっとやっていきたいと思います。それじゃあ張り切っていくぞ。おそれではね、先ほど言いました通りガスケットの方をですね取っていきたいと思います。ここねマフラーのねこの缶がここブスッと刺さってました。ここね、ここにがっつり輪っかのガスケットちゃんがおりますのでね、これをちょっと外していきたいと思います。今からですねちょっと古いガスケットの方をですね取っていくんですけども、ここでですねまあ企業とかね全然バイクとかしてない方でガスケットって何やねんっていう話なんですけども、まあ金魚で飼育で例えるとですね、この前私が池作りしたじゃないですか。ほなこの塩ビ管とこの池をつなぐ時の覚えちゃいます、ちょっと差し絵入れときますけど、ほなその間にかますゴムパッキンみたいな感じです。ですからマフラーの缶がここにね刺さってた入ってたじゃないですか。ほんならね、ここからもう素でやっとったらこうプシューとね空気とか出ちゃいますんで、こう気密性を高めるために間に1個入ってるね大事なものになっております。例えばでね、私金魚でやってる人に分かりやすいゴムパッキンって言いましたけども、バイクの場合はちゃんと金属をねしっかりしたもんですからね、ゴムパッキン入れたらあきませんよではね、まあガスケットというのはねここにおるんですけどね、こんなもんね、こんなもん手でカリッてやって取れるもんじゃないんですよ。これはね、もうちょっと556とか振って、あーもう取れへんね、取れへんわやっぱりなんでちょっとね、エンジン板間さんようにちょっと丁寧に取っていきたいと思います。ガスケットをですね、まあ取るために店長いろいろね、ちょっと YouTube とか他の方されてるのを参考にしてね、本で今からやるんですけども、まあまずはとりあえず556を振って、まあちょっと頑張ってみましょうっていう感じなんでね。はい。そしたらもう早速行きましょうか。バイクスタンドがあったらええな、これ。よいしょ。ちょっと失礼しますよ。余計なもんは食べたいやん、ちょっと置いといて、それでは、このガスケットちゃんを取るためにね店長秘密道具を用意しました。それがこれだ。ドズーン、デコなガレージ、オイルシールプーラー。はい、こちらはですね、オイルシールプーラーちゃんなんですけども、まあやっぱ皆さんね、ガスケット取るの苦労して大変や言われるんで、まあこれはもう店長もなんか用意せなあかんって、アマゾンでね、頼んだんでしょ。ほなね、思ってたよりもなんかでかかってね、ほんまは店長のこのイメージではね、こんぐらいの長さ、ようある、まあ、
あのドライバーぐらい長さ持ったらね、それの3倍ぐらいでかかったんですけどね、まあ、このちょっと頼もしいね、オイルシールプーラーちゃんでね、ちょっとパリッとねガスケットちゃん攻略してみたいと思います。それでは袋から出すぞ。テレレレテレーシャキーン。ブスブスブス怒られるね。はい、こんな感じですね。この先っちょにですね、ちょっとカバーがあるんですけども、よいしょー。はい、ちょっとこう先っちょ怪我せんようにせなあかんね、こうとんがってまして、ほんでこれをまあ引っ掛けてポコッと取るみたいな、まあこれ後で実践しますけども、まあこちらのですね、あのプーラーちゃんをまあ使い方といたしましてね、こういう感じでね、なんかこうまん丸っこいところにねプスッとこう入れてゴリッとね起こし上げる、まあテコの原理で外すもんですね。はい、まあこんな方法をですね、私はね今からやるディスペギちゃんに使っていいかっていうのはちょっと分かれへんのですけど、まあとりあえずなんとかショーというつもりでですね、2860円出してアマゾンで買いました。じゃあね、今からちょっとねこちら使ってやっていきますけども、もうこれあくまでもですね、あの店長がちゃうかな思ってやりますので、皆さんこれを真似されるときは自己責任でも一つお願いしますね。それじゃあプラちゃん行くでー、おりゃおりゃおりゃー、気合は十分です。よいしょ、まずはガスケットを引っ掛けるとこからね、だだだだだ、体がよいしょ、どう体勢こうか、映ってます、ここによし、うわ、うん、よっこいしょ、動いた、すごいやんこれ、いいよ、よっこれ、おえ、見て、あんだけみんな取れへん言うとったガスケットを店長は取ったねすごい、神このプーラーちゃん、これはええもん、こだやったほらもうぺっちゃんこなってね、もうこれ新しいちょっとガスケットちゃんと見比べてみましょうか、せっかくやでね。はい、こちらがですね、純正の古いガスケットでね、こっちがサラのね、ガスケットちゃんになっております。こんな感じでね、はい、それじゃあね、ちょっとこのパーツクリーナーでね、ガスケットここ取ったとこちょっときれいにしたいと思います。よいしょ、よいしょ、こんなもんかな、うん、いい感じ。はい、それじゃあね、今から新しいねガスケットちゃんをつけていきたいと思います。これね、このまんまポコッとはめてもですね、バラリンと落ちてしまいますしね、そう解決してくれるのがこちらです。じゃじゃーん、はい、キタコの液状ガスケットね、品番 KC-027、 こちらのですね、品番の、ガスケットちゃん特徴はですね、速乾ね、対流タイプ、シリンダーヘッド、マニホールなどのガス漏れ、オイル漏れ防止にということでね、はい、これになったらこれというね、特徴がある製品になっております。天神全開店長でございますブルルルル。それでは、つけていきましょうか。ナフを向いてピリピリピリーンと、まっさらなんでね、ここで開けますよ、まっさらですよ、ちゃんとえい、おー、あー、液体の色は黒ですね、ほうほう、よいしょ、押したら、蓋を貸します、どんぐらい塗るんかな、OK、
結構たっぷり塗るんかな。これでこれちょっとあの店長あまりにも素人すぎますね。どのぐらい塗ったらいいか分かんないね。これ残しとってもしゃあないんで、ちょっとがっつり見に行きましょうか。おでもあの塗りやすいよ全然。ほら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 、手も汚れへん具合に、ほら子供の絵。あこれもしかして店長が上手なだけ。よいしょよいしょ、あいこいく、あいくぞ、よいしょ、ここやろ、ここに、いやー、よいしょ、ぐっとぐっと、おーまっすぐ入った。おいい感じ、いい感じ、いいやいいや。まあこんな感じやね。はい。はい、本日10月18日水曜日。さて今日はですね、昨日のマフラー交換の、まあ、動画の続きをですね、まあ、ご覧いただきたいと思います。昨日ね、本当にマフラー交換も最後までやってるとですね、もう動画の収録時間が大変長くなったんでね、ちょっと2日分に分けました。それではマフラー交換の続きご覧いただきましょう。どうぞ。はい、ちょっとね、さっき場所でね、撮影しとったらもう火がガンガンに当たっていてね、もう撮影が難しくなってきたんでね、あの白飛びしたり黒つぶれしたりするんで、でちょっと場所を変えました。はい、ということで、こっちでね、仕切り出していきますよ。はい、そしてね、まあ場所変わったんですけどね、ちょっとさっき雨が降ってるんで、やんだ後で下がちょっと濡れてましてね、ゴザ代わりにね、この使い古してね、もう来年盛んには使えへんっていうね、すだれちゃんをちょっと持ってきました。はい、それじゃあね、新しいマフラーの方、くっつけていきたいと思います。じゃんじゃかじゃーん、ということでね、やっと登場です。いつまで待ったしてんねん言うて怒ってるかもしれませんけども、はい、ほんじゃね、これからですね、まあ、これをいきなりね、ここにズボンとつけるんじゃなくてですね、ここにですね、O2 センサーの方を取り付けていきたいと思います。 O2 センサーを、取り付ける前にちょっとね、お掃除しておきたいと思います。ブシューっと、お、寝所ね。でね、 O2 センサーの方もね、ちょっと軽く拭いておきましょうか。あんまし、なんかおかしやってるやし、はい、まあ、こんなもんでしょ。それじゃあ、ちょっと軽くお掃除しましたし、O2 センサーの方ですね、つけていきたいと思います。よいしょ、はい、手でいい加減ギュッと締めて、次はですね、このサイズ17ね、なんで17のスパナでしっかり締めていきます。OKOK。そしてね、O2 センサーね、とても大事なところのね、ここに線がね、入ってますし、これが断線しないようにね、十分気をつけて、まあ、取り扱っていきましょうということですね。いよいよ取り付けていきたいと思います。よいしょ、ここは1でよかったかな。よいしょ、それでは、取り付け位置を確認できましたしね、次はですね、液排を、止めるね、エンジンにこう固定するね、ボルトの方へ行きたいと思います。これですね、クリーナーとか綺麗にお掃除した後にこちらをつけていきたいと思います。はい、こちらも北子のですね、アルミグリス、はい、こちらを用意しました。これをですね、このボルトをここへニュリニュリニュリってつけて、はめていこうと思います。逆や。はい、それじゃあグリスの方へ塗っていきたいと思います。よいしょ、ちょっとつけて、よいしょ、こんなもんかな。クリクリクリっと、おお、ええ感じちゃいます。綺麗に塗れたんちゃうかな。ボルト締めていきます。ちょっとね、はい、これも締めるもね、ちょっと軽めに
締めておきましょうか。ここなんですけども、これね純正のネジじゃねちょっとね長さが足りなくてですね、で吉村さんのね、このセットにですね、この新しいエキパイ専用のネジがありますね、それと交換していきたいと思います。それじゃあエルボーの6ミリですね、ここ6ミリって書いてあります。はい、こちらを使って外していきたいと思います。外していきます。よいしょ、よいしょ、はい、あ、結構短い、可愛らしい長さですね。はい、それではね、吉村さんのね、ボタンボール、取れたんですけどね、吉村さんのやつはこちら 4mm の方になりましたね。最初分かれへんで、こうやったらあれはまれへんは思っとったんですけど、こういうのはまたこう間違い防止とかのためにサイズが変わってるんですかね。はい、まあ分かりませんけども、じゃあこれで、まあ、締めて、まあ、ある程度ここまでね締まってきたら、後ろね、ここ 通ってるこの液パイとさっきのこうなってるところに刺さって、ちょうどもう今乗っかってるというかついてる状態なんですけども、でこのまんまこのボルトを締めても止まりませんのでね。はい、こちらですね、ワッシャーとフランジナットを装着するという形で、まず最初はワッシャーをはめます。後ろね、失礼しました、今このちっちゃい方をね一生懸命つけてたんですけどね、こっち側の大きい方でしたね。はい、説明書の方にもですね、ワッシャー M8×26 と、フランジナットの M8 と書いてあるのね、こちらですね。はい、じゃあこっちを装着していきたいと思います。おお、ブチ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 、よいしょ、はい、すんなり入りましたね。はい、でフランジナットちゃんも、はい、入りました。でクリクリクリっとして、はい、それじゃあね、とりあえずね、仮止めぐらいでね、終わっておきました。あとでね、本締めの方は最終的にきちんとね決まった、ニュートンを、設定してちゃんと締めつけていきたいと思います。はい、そして、説明書通りに行きますとですね、いきなりサイレンサーブスんじゃなくて、このタンデムステップのボルトをタンデムステップが少し動く程度緩めてくださいということなんでね。はい、ここですね、このここの部品になりますね、パーツになります。じゃあ、こちらですね、6ミリの、エルボーちゃんでちょっと行きましょうか。うん、ほら出た。なんかピクトもしませんけど大丈夫これ。おー、危ない、開いて。すごいすごいパワーを入れなあかんね、ここえげつな、よいしょ、怖っ、ちょっと勢いが余りすぎました、もうちょっと軽く締めときますね。こんなもんなんかな、あ、ほらほら、ちょっと融通きくぐらい、あ、こんなもんちゃいますかね。はい、やれやれ。次はですね、はい、サイレンサーにですね、はい、こういう感じでステーをですね取り付けていきたいと思います。まあ、金魚でいう、こう背びれちゃんをつけるみたいなね、先祖返りしたんか言わなあかん。はい、じゃあこちらを取り付けていきます。サイレンサーにですね、こちらの付属パーツをくっつけていく順番なんですけども、このね吉村のマークが手前でね、はい、でこうして、でさっき用意したの頭のネジちゃんを取り付けて、あとはね、はい、これですね、フランジナットちゃんをつけて締めていくと、ね、はい、おー、
いい感じいい感じ。で同じ手順でもう一個の方も、装着していきます。ほい、こんな感じだね。はい、それじゃあね、サイレンサーじゃね、はい、用意ができまして、いよいよですねこの液体にねくっつけていくんですけども、取り付けるときにここにね塗るものがありまして、それがこちらです。じゃじゃーん、はい、またまた出ました、キタコさんの液状ガスケット KC-084、こちらですね、特徴としましては、高耐熱タイプね、こちらをここにこうペチョペチョと塗ってね、サイレンサーちゃんをくっつけたいと思います。それじゃあね塗っていきましょう。ということでね、もうえ、今ねこちらの液体ガスケットをですね、まあ、私素手でこうもう指でオロナインとか軟膏塗って感じでニュリニュリニュリってしたんですけども、まあちょっとねなんかこうあまりよろしくない感じなんで、皆さんねぜひ手袋をつけて塗っていただいたらなと思います。はい、さあいよいよサイレンサーちゃんと合体、ここをねこことここをね向きを気にしながらねいきますよ。よいしょよいしょ、おー、だんだか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 、おー、なんかな、ちょっと下からこうかな、おーやっとここまで来たかはい、次はですね、マフラースプリングというねパーツを取り付けていきたいと思います。これ今ね出して気づいたんですけどね、見て吉村ってこのマークがちゃんと入ってる。ちょっとこれはねマークをね意識しながらなんで、なかなかハードルが高そうで、せっかくやったら外向きにつけたいですし、はい、それじゃあねこれをここに引っ掛けるわね、ここに引っ掛けて、かけて、ほわっ、ほっ、あん、よっ、よいしょ、おー、いった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 、おお、なもんかな、あ、いい感じ、めっちゃいいやん。そして反対側、反対側もこれな、反対側またこれ難しそうな、反対側も同じ要領で取り付けていきたいと思います。次はですね、サイレンサーね、こちらをですね、こういうパーツを使って、固定していきたいと思います。はい、それではまずはじめに、こちらですね、スペーサーカラーというものをですねここの間に挟んでいきます。よいしょ、こういう感じでね、はい、そして次はですね吉浦さんの付属のパーツの、キャップボルトと、ワッシャーをこうやって通してここにはめていきます。はい、それではねこんな感じでバッチリね通りました。はい、それではねこちらを通したこの後ろにですね、このジスペゲちゃんの純正のねワッシャーとナットをですねくっつけていきます。よいしょ、まあ、よいしょ、まあまあこんなぐらいで、よしよし、オッケーオッケー、まあこの順番ですね。はい、それではですね、付属のパーツとか部品ね、すべて仮止めのところまで行きました。バンバンバーンと。はい。そしてですね、今からまあ本締めね、しっかりナットとかボルトとか、まあ、ニコルとして締めていくんですけども、その際にですね、私、ちゃんと、もうこれはいつも車のタイヤ交換といっても守ってるんですけども、メーカー指定のこれここにちゃんとねトルク規定トルクがこういうあるんですけども、これは必ずもう絶対に守るようにしております。なんで私ねバイクのトルクレンチ持ってなかったんで、 Amazon で3000円ぐらいやったんでね買いました。
このね、トルクを守るっていうのはですね、まあもうほんま大事やと思いますし、もしそんなもん、もうとりあえず、まあ、締めとったらええやろってバカ力でね、自分の感覚で締めて、もしですよ、こういうところでも、もう、ネジ山がバカになったりとか、自分のバカ力でこうエンジンとかに何かトラブルがあったりしたりとかしても、それこそ大事になりますし、で、もしかしたら、事故になったりとかね、もうそんなになってもいけませんので、大層なことにならんように、もうこの2000や3000で済むっていうんですから、まあ、もう店長も絶対こういうのね買います、用意します。で、まあ話はねちょっと飛躍するんですけども、金魚とかでね例えるのは私金魚屋さんですからね、まあようね、まあまあ見ますけども、エルバイズとかねパーパーパーって手に入れてもパーパラ入れたりとか、あとはもうブチューって適当にジャーっとねなんか薬入れたりとかやってある方おられますけど、まあ私はねあんなんちょっとあかんのちゃうかなってねちょっと思ってますし、やっぱねそういうもんはきちんと用法用量を守るっていうのがね前提やと思っております。はい、それではですね、こちらの吉村さんですね、取扱説明書ここにトルクが書いてありますので、それを守ってはい、本締めの方していきたいと思います。まずはじめですね、まあ、フランジのところをですね、締めていきたいと思います。まあ、さっきガスケットで悩んで戦ったところですね。はい、そして、説明書にですね15ニュートンと書いてありましたので、これね見えるかな、ちゃんと15のところに合わせました。はい、ということでね、これで締めていきます。いきます。これで締めていって1回分勝ちって言ったらそれで終わりますよ。はい、それじゃあね、規定のトルクで、本締めの方すべて完了しました。バッチリでございます。ガッチリね。はい、でね、ほんまにトークレンジ使うときはね、カチッって言ってね、もう最初いいよ言うときはその音が鳴るんですけどね、あれもう調子に乗ってね、カチカチカチとかやったらもう絶対飽きませんのでね、一回カチ言うたらもうそれで終了でね。はい、ということで、本締めしましたし、いよいよ最初に外しましたカオルちゃんを取り付けていきたいと思います。はい、そしてね、もうカオルのね、取り付けるところはですね、もう一番初めにこうしてああして言ってね、まあ、外したところをご覧いただけたらと思いますしね、もうあえてね、取りませんけどね。はい、じゃあちょっと装着していきます。マフラー交換完了しました。やったー、バッバンバンバラバランバランバ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 ラバランバン、ということでね、やっとできましたね。こう見てください、かっこようなったね。めちゃめちゃやっぱり渋さが出てね。さあ、もう店長ね、いろんな話を置いといてね、もうエンジンの音早速聞いてみましょうか。それじゃあ行きますよ。鍵を挿して、言うぞ。もうね、ちょぎれそうなぐらいね、思ってる音すぎてめちゃくちゃ感動してます。かっこよかった。はい、皆さん、本当にね、店長ね、ほんまマフラー交換だからバイクとかね、めちゃめちゃね、素人なんですけども、まあ、一生懸命マフラー交換をさせていただきました。そして動画も長々とお付き合いくださってありがとうございました。もうね、
最初はどんなことになるかな思ってね、ちょっと不安もあったんですけどね、もう最終ラインだともう楽しくてね、やりきってしまいましたね。はい、ということでね、まあ無事吉村のかっこいいマフラー装着完了ということでね、またですね、楽しい企画ありましたら動画の方で、紹介していきますので、また皆さん楽しみにしていてください。それでは皆さん、また明日。彦県庁の木の先温泉街、サクッと散策の街。今日は、京都のお隣、兵庫県豊岡市までやってきておりまして、せっかくここまで来たら、木の先温泉に行きたいということで、車を走らせています。おお、ここか、イエーイ、めっちゃテンション上がる。はい、本日10月19日、木曜日。さあ、店長は今、ここで行っております。城崎温泉駅でございます。イエーイ。店長、初めて城崎温泉にやってきて、めっちゃ感激。せっかく来たので、ゆっくり観光したいのですが。到着したのが夕方の4時半頃、急がないとお店屋さんがだいたい5時で閉まってしまうので、全力でお土産を買いに行きます。こちらのお土産屋さんで温泉まんじゅう探すぞ。美味しそうなお土産がたくさん売ってます。商品が豊富でとても楽しいお店ですね。どれにしようか迷ってしまいます。スタッフのお土産に田島の牛肉おせんべいと湯巡りはしていませんが、湯巡りまんじゅうを買いましたわら。次来た時もまた来たいお店でした。次は可愛らしい手ぬぐいが目に留まったこちらのお店へ。素敵な木の先土産がたくさんありました。こちらのお店では太めに止まったホタルイカの姿干しを買いました。この後も他のお店も回ってバッチリお土産を買いました。今日は時間もないので温泉はお預け、しかし何が何でも湯に入りたいので。はい、せっかくね木の先来ましたんでね、足湯の方に入っております。なんとも気持ちがよろしい、ほっとします。あの、なんて言ったらいいかね、ちょっとお座らせていただいて、ね、お土産も買いましてね、ちょっと、プチ旅を楽しんでおります。いやいや気持ちいいです。次は、木の先温泉駅の中へ。駅に入ると、目の前に、特急浜風が。大阪へ向け出発していきました。キハ40系とも出会いました。本当に感激です。じゃじゃん、あの頃の列車は今も心の中を走っている。皆さん見てください、スーパーライチョウ、白鳥の音とか、ほらほら、ライチョウ、浜風ね、この辺り、これはテンションが上がりますね。あー、これお見て、ホワイライトエクスプレスです。このポスター欲しい。最後は
土産街道木の先温泉改札口店でお買い物。鉄道チップスという商品を見つけたので購入。また鉄道模型企画の時にカードが何か見てみようかな。ちなみにここのお店に売っていたホタルイカの醤油漬けがものすごい美味しかったです。木の先温泉街、短い時間でしたが、とっても楽しかったです。また来ます。はい、本日10月20日金曜日、今日も日記を撮っていきましょう。さあ、今日もね、東西たち元気に絶好調でございます。今もですね、ご飯をもさもさとしっかり食べておる感じです。はい。そしてね、阪神タイガースもクライマックスシリーズ3回戦目ということでね、はい、今日も広島と戦っております。まあ今日もですね、やっぱね、広島の方がやっぱ先制しまして、昨日もそうでしたけどね、ほんでもう今日も同じ展開になるかなとかね思ってたらね、次の回にね、あのノイジー選手、坂本選手がね、もう2点ね、やってくれました。嬉しい限りです。ほんでまあそこでね、もういけるかな、また次の回でね、あの一応また1点取られて、ほんならもう同点になったんですけどね、もうさっきね、またまたもう今日坂本選手も大活躍ですよ。いやいや、今日だけじゃない、もういつもなんですけども、はい、もうほんでね、あの今リードになってるということで、まああのまとめたやつはちょっと貼っておきますけどね、最後試合終わったら、もう今日絶対にもう勝てます。もう勝ちがもう来てる店長、そんなね感じがしてるんですよ。もうあの絶対にあの真のリーグ優勝の瞬間を、まあ、店長は今日見るということでね、張り切って、阪神タイガースをですね、いつも以上に応援してるんですけどもね、はい。そしてね、まあ今日勝ったら、日本シリーズ、来週ですかね、始まって、はい、まあ相手はどうなるかね、まだちょっと分かりませんけどね、まあもう関西ダービーになったら面白いなとかね、オリックスとぶつかって言うたらね、やっぱ去年の覇者とね、戦えるっていうのはこれまた光栄なことですし、楽しみですよ。はい、それでは日本シリーズへ向けて頑張れ阪神タイガース、おーりゃ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 ー、ババーン。それでは皆さん、また明日。はい、本日10月21日土曜日、さあ今日の日記予報撮っていきましょう。さて、今からですね、ちょっと魚のお世話の方をですねしていく時間になってきましたんでね、動画の方を回しております。今日ね土曜日ですし、後でね、あの大尿所行ってきたりとか、ちょっと動画編集とか他に仕事もあるので、こういう感じにはこういう水替えをして、こんなのを気をつけたりいいとか、そういうポイントのお話っていうのはですね、まあ、改めてあのする機会をちょっとあの作りますんで、今日は何なら何をするか言ったら、まあ、水替えするんですけども、まあ、こういう水やったら店長何割ぐらい水替えてますよっていうのをですね、まあ、そのところをちょっとあの見ていただこうかなと思います。はい、まずはですね、一番端のね、池からこちらの方見ていきましょう。魚の状態ですね、とてもバッチリいい感じでございます。はい、そして水の感じもですね、はい、こちらね、泡切れの方もバッチリですし、まあ特別こう急いでね、こう水をなんかこう変えてやるとかね、あのそういうことはまあせんでいいかなっていう状態の、池じゃないかなと店長判断しております。それから、ここのこの池はまあ、粉越しぐらいと、まあ、朝もちょっとサッとしましたけども、池のヘリをちょっとサッと、お掃除してあげる、そのぐらいで、今日は終わります。はい、それではね、先ほど見た池の次、お隣のこちらの池でございます。はい、こちらの池もですね、まあ水の状態はですね、あそこの泡の切れの具合とかご覧いただいたんですけども、要は水も切れてね、いい感じです。そうなんですよね、ちょっとね、この池のこう汚れね、苔が生えたりとか、ちょっとそういうのが目立ちますので、
はい、そして、まあ、今日はここの池の子たちは、まあ、ちょっと2割か3割ほど、まあ、お水替えしてあげようかなと思っております。はい、そしてですね、そのお隣、はい、いつも見てる、池ですけども、はい、こちらの池はですね、まあ、魚の方は、その池とね、子たちと一緒で、まあ、機嫌よく過ごしておるんですけども、このエアを見てください、ここね、ちょっと綺麗が二分になってますね。そっちの池とあっちはね、結構こう、パパパパパって弾けたんです。ちょっとこっち泡が残り気味です、こう、エアがね。はい、めちゃめちゃ悪い状態とかそんなんじゃないですけども、まあ今日はもうこの池はもう半替えぐらい、ちょっとやろうかなと思っております。はい、よう見たね、下の方もちょっとゴミの方が気になりますしね、糞もちょっと残ったりとか、あとこの角とかにもね、見えるかな、はい、ちょっとコケとかもしっかり生えてますし、ここはね、ちょっと他の池と違って、しっかりめに、まあしっかりめ言うてやっぱ元水いる時期ですしね、まあ半替えの方、してあげようと思います。はい、ということで今ですね、3つの池の水の状態ちょっとご覧いただきました。もう初めの池の方はですね、もう魚も元気で、もう水も、池の汚れとかはね、特に気になることはないので、まあもう水もほんまようできて琥珀色をね、こなれたお水で、もう今日はもう触らなくてもいいっていう状態です。まあ触らんでもええっていうのはですね、あくまでも水を触れへんいうだけで、まあ晩寝る時とかね、もう今日もご飯ねしっかり持ってますんで、糞したらちゃんと取ってやる、そのぐらいはちゃんとするね。はい、で、で真ん中の池っていうのはですね、まあ要は水がこなれていい感じなんですけども、まあちょっとね周りの汚れが気になると、もう毎日毎糞越しとかしてますけども、池のヘリとかね、気になるところとかお掃除するんですけど、やっぱこうゴシゴシはね綺麗にしてるわけではないので、やっぱそのうっすらと、溜まった汚れが気になるんで、まあ、今のうちになんとかしておこうと。はい、そして最終のここの、池ね、3つ目はですね、まあもう魚はもうほんまさっきから言ってみたいに状態はいいです。なんですけどやっぱちょっと水がへばってきてるような感じですね、泡切れとかは気になりますし、ほんでもう中3日目なんで、もうお水替えする頃やでっていう感じです。はい、でもう今時期からって言ったらね、もうなんて言ったらいいですか、もう温度もね下がって水温も下がってきてますので、もうその真夏の時みたいに魚どんどん大きくて育成してっていう時期じゃないのでね、もう全冠水うわーやったりとか、全冠やうわーりゃーってするんじゃなくてですね、今言うたみたいに、あ、今日はここの池の方はこうやから、まあちょっとこんだけお世話してあげようとか、見るポイントをしっかり定めて判断して、まあ魚世話をしていくっていうね、時期になっておりまして、まあ店長もそうやって今見たポイントを見て、あ、今日はこういうお世話しようって言って普段決めてるんですよね。やっぱりこれからの時期いうのはね、本当に、もう水と卵中とね相談で、まあお世話していく、この時期めちゃくちゃ大事になってきますんでね。はい、まあこうやってちょっとわーっと盛り上がってきた話も長なるんでね、お世話もせなあかんので、最初言ったみたいにね、またそういう、まあ、気をつけるポイントとか日を改めてまたお話してみたいと思います。はい、今日の日記はですね、まあ店長やったらこういう感じをね、池の水の感じ、池の様子やったら、まあどういう風にお世話をするかっていうお話を、まあ簡単にさせていただきました。はい、またね、これから、さっき言ったみたいにちょっと団地のお世話もありますし、今日の日記のところに、今日の日記はこの辺で終わりたいと思います。はい、ということで、皆さんまた明日。はい、本日10月22日日曜日、今日も日記の方を撮っていきましょう。さて、本日もですね、タツ様をご来店おかげ誠にありがとうございました。ランチお客さん、クワガタお客様とね、大変楽しい一日でございました。はい、そしてですね、営業終わった後はね、まあ、魚たちをお世話しまして、今ね、何時だ、9時半近くなっております。
はい、まあね、コンコラ先ほどちょっと A さんね、美味しそうにしてたんでパラパラってあげて、今ね、機嫌をうろうろしている時でございます。はい、今日はですね、まあ昨日も言っとったように、昨日の日記で、まあ今日は半返しますということやったんで、もう下も綺麗にこすってあげてね、で、しましたんで、今日はもう特に水触ることもないですね。もう水もね、いい感じでこうパキパキに切れてね、綺麗のいい水になっておりますし、まあただね、ここら辺糞がありますんで、まず糞越しだけして、まあ魚休めるってね、いつものパターンでいきたいと思います。まあこんな感じですね、今日もね機嫌ようしている、搭載隊でございます。はい、まあこれからね店長また、動画編集ともありますので、今日の日記の方はこの辺で終わりたいと思います。また来週もですね、張り切ってこう何かこう楽しいねお話日記が届けれるようにまた頑張っていきたいと思います。はい、ということで、それではエンディング方行ってみましょう。はい、動画の方いかがだったでしょうか。皆さん聞きましたか、あの吉村のマフラーの音、バン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 ブーラバイバイバイって言って、もうあのね音が聞きたくて聞きたくて、もう夢にも思ったあの音が聞けてね、店長めちゃくちゃ嬉しくてね、最近エンジンかけるも楽しくなっております。そしてね、城崎温泉もね店長初めて行ってきたんですけどね、もう向こう着いた時にはもう4時半やったんでしょ。ほんでもうね1時間ぐらいおったかおれへんかね、あっという間やったんですけども、ものすごい楽しかったんでしょ。また次はですね、もうちょっと時間作って、ゆっくり楽しみたいと思っております。それではこの動画が良かったらグッドボタンを、まだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録していくとめっちゃ嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。また見てね。バイバーイ。パンパパパンパパパンパパ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